こんにちは、ロキです。今回はいただいたメッセージのシェアをさせていただこうと思います。ロキ様はじめまして。第1回目の講座ありがとうございます。最初の動画をうんうんとうなずきながら感動しながら拝見しました。私の心が洗われたような清々しく、また元気のパワーもいただきました。私事ですが、ネットで稼ぐ方法を探していて転売に興味を持ちました。転売も種類が多く迷うのですが、商品を絞って研究した方が私には合うかもと思い、ロキ様のメルマガに登録させていただきました。カメラの機種も価格帯も無知でございます。恥ずかしながらヤフオクなど検索しながらカメラの機種も頭に落とし込んでしばらく研究してみます。では暑い日が続きますが、お体をご自愛なさってお過ごしくださいませ、ということでこういったメッセージをいただきました。こちらこそメルマガ登録並びに日々コンテンツをご視聴いただきありがとうございます。まあ、ネットで稼ぐ方法を探していたということなんですけれども、まあ、いろいろなね、稼ぐ方法、ノウハウっていうのはたくさんこの世の中にはあってですね、まあ、いろんな方法を試していただいても、どれもね、今は稼げる方法っていうのは、再現性もね、どんどん上がってきていると思います。ですので、まあ、稼ぐ方法っていうのはね、何を選んでも、とにかくね、その選んだものを信じて、自分の中で、ちゃんと消化していくと。そして何よりもですね、まあ、選んだのであれば、継続し続けるということがですね、一日も早く稼げるようになるということに直結すると思います。まあ、これを選んで、ちょっと試してね、なかなか稼げないから次、これを試してみて、またやってみたんだけれども、なかなか成果が出なくて次ということであると、やっぱりノウハウコレクターと、やり方だけを追い求めていくということになってしまいますので、まあ一つね、転売でやっていくと、まあもしくはカメラ転売でちょっと稼いでいくというふうに決めたということであれば、ぜひですね、継続ということで、とことん追求していってですね、とにかくカメラ転売もちゃんと実践していけば必ず稼げます。絶対に稼げるようになるので、どれだけね、追求して方法っていうのをね、自分の中にマインドセットとして落とし込んでいくかということだと思いますので、せっかくね、カメラ転売を興味を持っていただいて、それを実践しようというふうに、まあ、決心されたということであれば、ぜひ、継続して、とにかくね、続けていくと、そして研究し続けていくということを、とにかくやっていただければなというふうに感じました。本当に素晴らしいメッセージありがとうございます。僕も心の底から応援しておりますので、これからも引き続きよろしくお願いします、ということで、短いんですけれどもメッセージとさせていただきます。はい、今回はこれで動画を終わりになります。ご視聴いただきありがとうございました。